どんどん好きになって、まあ、歴史というかもう本当に一ファンとしてあの歴史関係のものを見ているというような感じです。ドキドキしてますけど。あ、そうですか。すごいな。だって僕は足つかないんだもんね。ついてる。あのやっぱり日本の歴史に興味を初めに持ったんですけれども、そのきっかけっていうのがまず幕末という時代にどんどんハマっていって、うん、あのどちらかというと砂漠派の方なんですけれども、あの当時ってすごく、まあ、風景写真も含めいろんな写真とかあのものが残っていて、すごくその物理的な距離の近さを感じることができたんですね。で、あの時代小説とかもその後読むようになって、漫画もそうなんですけど、なんかこう知らないのに知っているというような、なんだろうなこの感覚、すごくドキドキするし、もしかしたら自分の中のどこかがつながっているのかもしれないっていうことを想像するだけで、なんだかこうワクワクするっていうような形で、あのいろんな作品を見たりするのが好きになって、で、まあ、仕事柄いろんな場所に行くので、そこの史跡を見て巡ったりとか、あのそういった中でどん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 好きになって、まあ、歴史というかもう本当に一ファンとしてあの歴史関係のものを見ているというような感じです。特にあの幕末ってもう人が若いので、こんな若者たちが政治の中心に切り込んでいって命をかけてやっていたのかっていうので、私はちなみに今あの満でいうとあの近藤勇の去年と同じ年なんですけれども、あそこまでのこと私できたのかな、今までこうできているのかなっていうところで、あ頑張んなきゃっていう気持ちになるんですよね。あのつい昨年あの歴史あの世界遺産に登録されたあのモズ古市古墳群、堺の方にあるんですけれども、この間ね、はい、にあの、ま、番組の中でもロケに行かせていただいて、あのもう普通じゃなかなか見れないという空撮から見て、それからあの入っては普段、はい、あの入れないような古墳の中にも入らせていただいたり、もう本当にこの、あ人の手でこれが作られたんだというのを肌で感じられて、でそれがもう本当に長い長い間あのこれは何だったんだろうって思いながら、もう分からないままも残している部分もあったりして、でもそのメッセージが本当にタイムカプセルみたいに、あのもう今まで残されているっていうところにものすごいロマンを感じました。やっぱり最近ネットとか本とかでいろんな作品を見たり、いろんな経験景色を見ることができるけど、やっぱり風を感じたりとか、その縄文土器を見た時にもすごく思ったんです。これきっと作った人とか使った人と今同じ距離にいるよねとか、なんかそういうそのものっていうのはやっぱり実際に見に行かないと触れないって、まあ触れられるものも少ないですけど、っていうのはもうそれに勝るものはないですよね。なんかこの仕事してなかったとしても、いろんな方々に例えば文化とか芸術とかそれから歴史っていうものって実はものすごく身近に感じることができるし、今この生きてる時代とか身近な生活にもなんかこうつながっていって生かせるような気がするんですよね。ああいいな、